日本鹿児島県大島郡瀬戸内町、与えろよろ島は、天み群島に属する島。かけろま島の南方に位置し、面積は9.35平方キロメートル。行政区画としては、与えろ島及び無人島の半宮島の全域が、鹿児島県大島郡瀬戸内町の大技与え字となっている。郵便番号は894-2601。 明治初期は、瀬戸内町一番の人口を誇ったが、現在41世帯73名。島々の家々の平和、約70%が手積みの産後石垣となっており、毎年7から8月に咲く、下がり花と無人島、半宮島が有名でその景観から、クールジャパンアワード2017を受賞した。甘み群島面積は、甘み群島の有人島の中で最も小さな島で、 あるが、充実した自然を有する。ハブが生息するため、隣の受け島と同様に、集落には、用心棒と呼ばれるハブを退治するための棒が立てかけて、ある。琉球イノシシも生息する。また、隣の受け島とは、自然の様子が若干異なり、アマ大島と徳之島に見られる特徴が、混在している。周囲は、岩場が多く、薄瀬、立瀬、平瀬、 アーサキ、中崎、鏡崎、青尻崎、塩葉屋の花などと呼ばれる釣りポイントがある。ハタ類、スマガツオ、梅色などが釣れる。受け島との間にある半宮島は、海砂が斜面にまで広がっており、継承地として知られる。サンゴ礁が有名なポイントが数多く存在し、ダイビングスノーケリングや釣りの場として有名で、観光協会を中心としたペンションや民宿のほか、 高級インバウンド向け一軒宿も近年開設され、観光業に近年注力している。漁業が一軒と、牛農家が七軒、鶏卵農家一軒と第一次産業の従事者も多く、活気がある。ノエビアの研究施設があり、トカラ列島付近の海水を利用した製品を加工している。瀬戸内町の中心地コニア港から1日1から2便出ている、町営連絡船。 瀬戸、波が、受島を経由して、約100分で結ぶ。外海を通る航路のため、波高10メートルで欠航となるが、欠航の頻度は、比較的高い。値路港には、長栄定期船よろ待合所がある。また、小宮港から、海上タクシーの利用も可能で、釣り客などが利用している。死尿処理などのための、瀬戸内町廃棄物処理手数料徴収条例が、 制定されている。与え勇気の両親の出身地である。また、演歌歌手、徳永勇気の祖父の出身地である。2019年3月に、瀬戸内町と地域活性化連携包括協定を締結するターゲット社が、鎮西村元村長の敷地で、元、与えろ島郵便局の新川邸を譲り受け、室内をクールジャパンアワードの受賞商品であしらった。 クジカサーウオを巡行した。与えエ島の観光を指商工に関して、島民、事業者、団体、行政が共同のもと推進し様々な地域資源を活用し、先代からの文化と素晴らしい自然を守りつつ、訪れる人にも住む人にとっても魅力ある、アタ島づくりを目指として、2020年6月30日に、与えエ島観光協会が設立される。 ウィキメディアコモンズには、あたいろじまに関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。